さあ続いて高橋部長がやってきたのはみんな大好きあの大人気アニメのキャラクターがいるこちらドラえもん広場。ドラえもんをはじめみんな大集合。さあということで私現在やってきてるのはこちら高岡おとぎの森公園でございます。皆さん私がこれつけてる何かわかります？そうそれはねあんあんあんとっても大好きドラえもんということで見てください。ほらもうここにたくさんドラえもんのねキャラクターたちがいるということで、こちらがですねなんとおとぎの森はですね富山県高岡市にあるですね花や緑のあふれる総合公園でとっても広い場所なんですね。こちらに広々とした草原の広場や数多くのですね大型遊具がある場所として、もう子供から大人まで子供は遊具で遊んで大人はジョギングで楽しめるという素敵な場所になってまして、こちらなんとですね台湾ドームの約 2.5 倍の大きさぐらいがあるという広いでしょ。めちゃめちゃ広くないですか。でさらにですねなんでこのドラえもんがあるかというとですね高岡市はですね藤子 F 藤尾先生たちが、20歳まで上京するまでここに育っていたということで、ほら見て今日ね僕見てあえて黄色で着てきたのび太っぽいでしょ。ちょっとのび、あれドラえもん、あれ生きるドラえもん、可愛いですね。可愛いですね、可愛いですね。ということで、そうなんですよ。藤子不二雄先生たちがですね、20歳まで上京するまでこの地にいたということでね、こうしてドラえもんのものを、こうしたねキャラクターたちがいるんで、ちょっと僕ですね、台湾で一つ不思議なことがありまして、あの台湾ですね、ドラえもんの言い方が違うらしいんですよ。なんでちょっと今日ね、あの YouTuber の蔡さんにちょっと伺いたいと思います。蔡さん、你好。你好。但是我有听说过，好像是台湾有那个哆啦 A 梦啊，有两种那个名字。对对对对。第一个是好像小叮当，对，早期台湾哆啦 A 梦它叫做小叮当，这个是小叮当。小叮当是什么意思啊？小叮当就是它这个叮当，就是这个叮当小叮当。另外是小夫，是那个小夫叫的。小夫我们以前叫阿福，为什么阿福？阿福是福气的福。哦，哎，阿福呢？呀呀呀！加养呢？他现在叫胖虎嘛。以前我们台湾叫做季安。啊，季安比较季安接近绿文的，绿文是加养。家养，然后你说现在是什么？现在是胖虎，胖虎有一点没礼貌哎，胖胖的老虎，胖胖的老虎，胖虎是哦，对，还有常常很爱洗澡的，对吧？对对对，很爱洗澡，我忘记这个画面。现在叫静香，静香，以前叫做怡静。啊，那你这个是比较现在的比较接近，对对对，英文叫做西子嘎酱，西子嘎酱，西子嘎酱。所以是这个是不是那个会被发现年代啊？你自己是不是？会被发现年代，对对对。你是哆啦 A 梦叫什么？你我那个年代叫小叮当啊，小叮当的年代的。对，我们现在30岁了啊，30岁哎，那我也是小叮当的年代。对对对对，啊是哦，那个时候刚进来，他就是叫小叮当。なるほどね。台湾ではキャラクターの名前が昔と今で違うなんて知らなかったです。それにしてもキャラクターの銅像たち本当に可愛いですね。その可愛さにドラえもんファンじゃなくても楽しいこと間違いなしですよ。皆さんぜひ訪れてみてくださいね。日本の伝統的なお祭りを訪れた後は伝統的な集落に行ってみましょう。続いて高橋部長がやってきたのはユネスコ世界遺産にも登録されている合掌村。どうも皆さん、今日はですね、私なんとこちら見ての通り五箇山に来ております。もうめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。僕もですね、人生で初めてこの合掌村を見たんですけれども、五箇山のこの、建物ですね、この合掌造りの建物、約ですね100年から350年前からこの状態で立ち並んでいると。ちなみにこの合掌造りの村で有名なのがもう一つ、岐阜県のですね白川郷というのがあると思うんですけども、あちらはもう大規模でこう少しこう観光地として有名な場所なんですけど、この富山県のですねこの五箇山はこじんまりとしてちょっと秘境感のあるあの観光スポットとして、実はですねまだ台湾の方々もあんまり来られてないということなんで、皆さんこうチャンスですよ。今来たらね、皆さんしか見れないこの綺麗なスポットが見れますんで、ぜひ来てみてください。そしてですね、ここの現在ですね富山県のですね南西に位置しておりまして、約庄川沿いの谷川に40個ほどの集落があると言われているんですね。そしてですね1995年にユネスコ世界遺産に登録されたということで、早速ちょっとあの村の中にですね入ってみましょう。行ってみましょう。レッツゴー。まさに日本のドラマに出てきそうなほど美しい合掌村。村を歩いていると、とある民宿を営みながら合掌造りの展示を行っている場所を発見。普段は一切取材を受けていない民宿ですが、今回は特別にと民宿のオーナーさんにお話を伺えることに。
さあということでですね、なんと特別に今回ちょっとこの建物の中でインタビューさせていただけるということで、今日ありがとうございます。突然なのにどうも本当にありがとうございます。伺ったらもう155年の歴史があるということで、日本的に言うと、はい、あの明治元年。もうじゃあ何代目になられるんですか。ここで5代目ですね。5代目、うん、5代目ですよ。すごくないですか。これでもこう見た感じすごくこう綺麗に残されてる感覚はするんですけど、こうやっぱりずっと常に修復作業をされるんですか。まあ、修復作業っていうよりね、はい、家っていうのはあの住むってことが一番なんですよ。民宿としてもここ今やっております。この合宿付けて基本的な1階が生活の場、あで上の階は養蚕をしたところなんですね、はい、なるほど、はい、今は展示会展示とかされてるんですか。ちなみにこういった囲炉裏とかももう昔からあるものなんですか。もちろんこれが一番重要ですね。あ、なるほど。それなぜ重要なんですか。昔はここで食事を全部ご飯を作った、あ炊事をしたんです。こう魚こうやって立ててみたいな、それもあるし、お魚ご飯を炊いたり、はい、あのおにしめを作ったり味噌汁を作ったりね、はいはい、今もされるんですか。え、今もされる。昔はね、ああ今はもし今も台所で別にしようとしてる。ちなみにこれはもう昔からですか。もうなんか見るからにすごく古そう。もうこれはあの茶釜って言いますけどね、それ今あの、はい、これはお茶を沸かしてやりますけどね、はい、ここでまあご飯を炊いたりしますけど、はい、それともう一つはね、大事なことはこの煙が家を登って、はい、家をいぶす、いぶす、はい、それによって黒くなってますでしょ。だからこれがね、家を強くするんですよ。虫は食わないとか。あ、意味があるんですね。そうそう、それが一番大事なんです。そうなんですね。だから囲炉裏っていうのは大きな役割をしてるんです。なるほど、囲炉裏があるから家も長持ちすると、うん、そうですそうです。あ、だから生活もしなくちゃいけないということなんですね。そうです、人もここへ集まる、コミュニケーションもできるね。なるほどね。だからすごく大事な部分です。なるほど。生活のね。なるほどなるほど。ところで合掌造りの建物って一体どんな構造になっているのでしょうか。伺ってみましょう。この合掌造りの特徴というのは一体どんなところにあるんですかね。基本的にはね、一番特徴的なところっていうのは、合掌を受けてここ1階、今いるところ1階ですね、はい、ここが加賀藩の宮大工が作ったんですよ。宮大工さんが、うん、はい、で上は我々住民が作った。あ、そうなんですか。そうそう、だからこの屋根の部分だけが今まで下にあったわけですね。あ、はい、長い年月、はい、ね、それが加賀藩の宮大工が一階をちゃんとこのすごい作りを作ってくれたおかげで、はい、上で今まであったものを上に組み立てて、へ、で一階で生活をして、はい、上の階で生活、あの養蚕をするっていう。これ川、かやぶき、はい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 、これはこの地元で取られたものですか。もちろん地元で取られてる、はいはい、これ大体何年に一度ぐらい。20年に1回ぐらいです。20年に一度、はい、この村の皆さんで一緒に。今はね、森林、はい、昔はそうしてやってたんですけど、はい、今は森林組合って組織でお願いしてます。なるほどね、はい、じゃあもう今専門の方たちがやってくださるということ で、どれくらいの日数かかるんですか。1日で、まあ、1ヶ月ちょっとですね。あ、やっぱり1ヶ月かかるんですね。まあ、半分とか分けてやりますのでね。すべて手作業でやられるんですか。もちろんこの屋根の部分は全部手作業ですね、はい、手作業、はい、じゃあこれちなみに何階建てになってるんですか。1階、2階、3階ですか。そうですね、基本的には3階で、まあ、3階って僕たちはこういうあの、はい、基本的には、ね、合掌造りっていうのは、はい、平屋建てなんですよ。あ、平屋建て、これ屋根は、はい、屋根裏なんですね、この2階、3階は。あ、そういうことなんですね。だから僕たち子供の頃からはこの1階であり、はい、天上の階を空天、なんか意味があるんですか。いや、それはもう昔からそういう呼び名なんですけどね。なるほどね、うん、世界で日本でしか味わえない合掌村、皆さんも富山県を訪れた際には秘境の地五箇山の合掌村を訪れてみてくださいね。その美しさに魅了されちゃいますよ。今晚你有空来开房吗？挑战吧大神麻将手游即刻下载。诶，对了，还有台湾好吃鸡有 IG 跟 FB， 也欢迎大家的追踪跟按个赞哦。